はい、ジンです。こんにちは。今日はアラサーに来ました。で、今日はですね、パワートレーニングのまあ初日っていうことで、いろいろ本を読んでですね、VO2 MAX ブースタートレーニングっていう有名なあの本らしいんですけど、ビジルゴールドの方で紹介していただいた本なんですけれども、そのトレーニングの今日は初日をやっていきたいと思います。で、そのメニューはですね、14日間続くんですけど、内容はですね、20分間、ウォーミングアップをすると。でその後ですね5分流して、それで5分間ですね、VO2 MAX テストということで、オールアウトって言ってほしいから全力でっていう感じですかね。まあそれで5分間ちょっと走ると、それでその後30分中程度ぐらいで流すと、まあ、いうことで計1時間ぐらい のテストです。まあ今日は実装で、アラサーで走りますけれども、まあ、これからですね、まあ、メインはあの家の固定ローラーで、まあ、やることになるのかなと。朝1時間早く起きてですね、生活パターンちょっと変えて、まあ、やっていければと思います。最後までご覧ください。はい、ということで、今日ね、その VO2 MAX ブースタートレーニングの14日間のちょっと始まりなんですけれども、でさっきも言ったんですけど、あの14日間毎回実装できるわけがないので、そういう意味では、まあ、固定ローラーで、まあ、家で、やりたいと思います。今ウォームアップの時間なんですけど、まあ、7分が経過しましたね。ウォームアップ11分ですね。あと10分ちょっと強度を上げて、パワーは上がるけどスピードは出ないという状況ですね。はい、じゃあ5分間流すということで、ちょっと緊張しますね、やっぱり電力走は。じゃあ電力走行きます。5分間。450kW、 一瞬出たな。いいから。ちょっと待って、いや、やべ、走ってました。これなんか電池が切れたかもしれないですね、これ。リアがなんか動かないですね、リアが。何かが起こる争いですね、前回。ホイール買ったインプレ中にパンクしましたしね。まあでも本当スラムで良かったっていう感じですよね。電動ポンプが電池切れになった時にこうどっちか使えますんでね。はい、ということで、ね、あの今日はアラサイでパワートレーニング第1日目ということで、VO2 MAX ブースタープログラムと、まあ、いう14日間続くプログラムなんですけど、今日最初の日ということで5分間走、全力走、まあ、いうことで、ウォーミングアップに始まって、やってきました。まあ、その14日後ね、どのぐらいパワーアップしてるかっていうのも検証していきたいなというふうに思っています。はい、
まあ、ということでね、次回以降動画で、このようにアップしていきますので、ぜひ楽しみください。では今日最後までご視聴ありがとうございます。どうも少々さよなら。バイバイ。はい、では結果見ていきましょう。今回5分間全力走のですね、パワーは 208W でした。これが VO2MAX のパワーですね。208ってかなり低いですよね。それでデータ見てたらですね、心拍数がですね 95BPM なんですよ。で、私最大心拍数が195なんで、それからするとかなり低い感じがします。まあ、ですから最大酸素摂取量の運動をしていなかったとというようなことではないかと思います。これウォーミングアップのせいもあるかもしれませんけれども、はい。それで、まあ、VO2MAX の 75% が FTP だと、まあ、いう説もあるので、まあ、今後 FTP を測って VO2MAX を、計算して出すとということをやってみたいと思います。まあ、VO2MAX はね、パワートレーニングの基本の数字なんで、まあ、このようにですね、いろんなデータを取って確からしい数字を今後も出していきたいと思います。Thank you.